いやあのね、人間はね、はい、やっぱ弱い存在なんだなっていうのをね、はい、感じてるんですよ。はい、人間は弱いでね、はい、弱いし、うん、怖いというかね、はい、まあそのエピソードっていうのがあの今日はねあの金曜日にラジオ収録をね、はい、させていただいてるんですけど自分は木曜日。 まあだから水曜日のお休みから翌日木曜日の午前中にかけてちょっと天草に釣りに行ってきたんですよ。<laughs> 熊本のね、はい、西の方の海の天草というところに釣りに行ってきたんですけど、えーまあ、釣りは非常に楽しかったんですよ。はい、で、えー、と実はね家族3人で嫁さんと子供と自分の3人で行ったんですよ。<ー>でまあもともとはね釣りに行きたいなと思いながらこうイメージしてて。 ちょうど嫁さんの仕事も休みだったんでじゃあ3人で行こうかと思ってね3人で行くことにしてえー、っとねもう決めたのがだから本当火曜日のもう仕事終わったぐらいかな8時前とかぐらいから明日どうしようかなとかって思いながらでホテルをまあ探さなきゃいけないじゃない3人でね、はい、行くなら。で まあ、釣りをしたいなって思ってるこうポイントの近くの、うんまあ、ビジネスホテルだったり旅館だったりっていうのを結構検索して電話していったわけよ「はい、ここ良さそうだな」とかで別になんかご飯も別にそんなこだわらなかったし、うん、その温泉が歩かないかとかもあんまりこだわらなくて、うん、ま,あまず寝床としてね、うん、どこかないかなと思いながら、うん、で、えー、っと検索してよしここ良さそうだなと思って電話して。 あすいません明日もいっぱいですと、えー、あそ,うそうですか平日でですかそうなのよ水曜日よだからか明日のねその水曜日の一泊できませんかであちょっと空いてないですね 2>、えー、で2箇、えー、所目3箇所目4箇所目と夏休み前の平日ですよねそうよ、えー、でずっと空いてないわけよ、えー、でねもうその釣りたい場所がの,の,の周りにもうホテルがなくなってきててこれまずいと。 もうじゃあ次の別の別釣り場にしようとだからまあ東海岸の海から今度はじゃあ西海岸の方に変えて、うん、釣りのポイントを変えて、うん、でその近くのホテルにまた電話していって、はい、全滅なのよそれがえっみたいななんかこう アーティストでも来んのかさにって言うぐらいね都心部だったらあ<ー>あその日嵐のライブが入ってるとかってよく言うじゃんねかそうそうそう,そうでなんかこれイベントでもあんのかななんて思いながらまあねそんな結論そんなことじゃなかったんだけど、うん、なんで開いてないんだろうと思ってでえー、っとね、うん、キャンプ好きのカズキャンプがね、うん、いつもこう。 キャンプのテントとかを止めれる、まあ、海,の海の目の前にこうキャンプ場があるキャンプ場っていうほど広くないんだけど、まあ、テントが1つ2つ張れて、うん、1> で1棟貸しのこうゲストハウスとなんかログハウス、はい、ログハウスじゃなくて何て言うんだっけあれは。 ログハウスででいいいんじゃないですかログハウそういう小屋みたいなのがあってたコテージコテージ<っ>そういうのがあって好きなコースを選べるわけよ。そのもう自分でテント持っていくからテント張りますの人とか車中泊の車だけをそこに置きたい人とかあのキャンピングカーとかねとか、えー、もうそういうキャンプ道具とかそういうアウトドアのものは持ってないという人にはそううゲストハウスで一棟貸しで。うんうん もうその家,家というか,なんか雰囲気のいい別荘みたいな感じをそれを貸してくれるっていうのがあって「でカズキャンプに」にあそこ空いてませんかねみたいな聞いてあじゃあ俺ちょっと電話してみますよみたいな「うん、もう z キャンプ」はもう3回ぐらい行ってるんで,、うん、であじゃあお願いしますって電話してもらってさ奇跡的にあのゲストハウスが空いてるみたいですよみたいな。ない本当でですかみたいな <laughs> で それじゃあもう別にねあのこうビジネスホテルよりも高いからどうこうとかも正直もうどっか空いてればいいと思ってたからえっとじゃあもうそこをちょっと使いたいなと思って検索したわけよねあのカズキャンプに教えてもらった後にそのホームページも調べててうん、うん、でゲストハウスが1泊2万円だから <laughs> 全員でとかそう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 <ー>3人で使って2万円なわけよ、うん、だからまあ俺ね子供が3歳とかなんで、うん、まあ無料だとしても 俺と嫁さんが普通にビジネス予定を止まっってもやっぱ円はするじゃないだからまあそれにプラスアルファぐらいだなって感じでいやいやもう断然良かったわけよ、うん、結局,結局あの全然2万円でも俺はいいなと思ってたわけよ、うんうん、であ空いてるんならと思ってメールで「あのカズキャンプ」からのね紹介でちょっと明日ね <laughs> あね使わせていただくことになりました田尻ですってこう予約のフォーマットから送信して、はい、したら「 ご訳ありがとうございますってこう向こうのオーナーからメールが返ってきたんだけど、うん、その一文にあったのがもうちょっと今竹猿さんうすうす気づいてたかもしれないけど全然見えないです話が文面の一部にあったわけよ。はい、あの今ね期間中で熊本再発見 県割引みたいな要はまあい,いわゆるこう県民割りそうそう県民割り、まあ、ゴ,ゴー o ー o 何だっけゴー o ーーーーそうそうゴートゥーイートとかもなくなってるけどそういうのはなんか残ってるんだね、うん、俺も思ったらあこういうのいちゃんと今でも生きてるんだと思ってね。でその県民割りっていうのが使えて、えー、ワクチンの3回目の接種まで完了してる人のその証明書を、えー、自分と嫁さんの持ってきてもらうと。 え宿泊費が半額になりますって書いてあってだから2万円のところが1万円になるわけよでええとでそんなにお得にいいのと思いながらでなおかつさら次にねさらにその熊本の,なんかその地域振興クーポンみたいなのも1人2,000円もらえますみたいなだから実質俺と嫁さんで4,000円分のクーポンももらっちゃってそれで普通に。 ショッピンングセンターとかででも使えるわけよ熊本のでだから結局1万円で宿泊して4,000のクーポンもらってるから実質3人で6,000円でそのゲストハウスを使うことがねできたわけよでね俺が最初にその人間って弱いなーって思ったのは俺は正直その GoTo キャンペーンが大嫌いで何でですか,だから その税金の使い方の話をこれはすごいおっさんの話になっちゃうけどそのコロナコロナ言い出してて GoTo イートで飲食店さんが救われて、うん、で観光関係のところが GoTo キャンペーンとかで救われてとかね救済措置が取られて、はい、もう俺は何度もお客さんにも言ってたけど GoTo ファッションはいつ始まるんですか<ー>とね。 ね、なんでそのもちろんわかる行動制限がつくからそれは飲食店さんとかその旅行観光業っていうのがまず最初に光がね当て,らあの当てられるのはわかるけどとは言ってもお出かけるときに、ね、服着るから服が売れるわけであってお出かけけしなければ服の需要も下がるんですよで何かその政治関係の人とつながりのある業界団体の方ばっかりやっぱり。 なんかクーポンジャーとかね割引って言い出してるのはもうニュースにもね出てた通りでやっぱファッション関係って正解にすごいつながりないんだろうななんて俺は思いながらでだからその嫌いだったわけよ結局そのだってね旅行に行きたい人ってお金に余裕がある人がまず旅行に行くわけじゃない。 で別に安くしなくてもお金に余裕のある人が旅行に行ってお金たくさん使ってくれたらそれでいいのにそのどんどん安くして安くして結局お金が落ちないような形にな,んかなってるわけじゃないの税金をね使っても,もこの話しながらおっさんみたいだけどだから俺はなんかもう旅行行きたい人はもうそのままの値段で行けよみたいな感じだったわけよ。ただ使えますよっってやっぱ言われるともう そのワクチン接種証明書をちゃんとバッグに入れる俺がいたわけよそこにね、うんうん、その時に人間ってやっぱこうね弱いよなーっていうか思ったわけよ <laughs> 10分の尺で前振りだいぶ長かったですねこれそう, <laughs> どういうオチになるのかなってずっと考えて <laughs> <あ>最後まさかこんなオチになるなんてあ人間弱えのそ、はい、なお使いになるのかなの <laughs> と思ってなんか はい、それが言いたたかったんですよね、うん、そのやっぱりだからそのこの前の財布拾う問題じゃないけど、うん、人間って、うん、やっぱりそのシチュエーション甘い蜜がそこにあったら、うん、悪にやっぱ悪ではないけどね別に <laughs> 旅行の割引は別に悪じゃないんだけど、うん、やっぱお得だとかこうチャンスがあったらこうついつい弱い方に流れるよなと。 そこでああ俺はクーポンとかいらないんであのきそのいらないですってはやっぱ言えないもんね、うん、そゃしょうがないよねっていう話ですよ確かに GoTo ファッション GoTo デニムいいかもしれないですね <laughs> <laughs> GoTo デニム GoTo デニムはなんか話題というか文句来そうだよ私デニム履かないのになんでデニム好きの人にだけそんなみたいな、うん、いやそれはやっぱできるだけこうみんなが使ってるっていうところにやっぱね さんずっと思ったんですけど政治家とかやっぱ向いてるんじゃないですかやっぱりあの声の通りやすさと話の聞き取りやすさと <laughs> 声の通りやすさ街頭演説してもだったらアナウンサーの人みんな行けるじゃんいやいやいやもうそういうの嫌ですもうバスの上から <laughs> もう嫌なんだよね、うん、いやいやこれんか誤解を招くよね嫌なんだよねなんていうとね、うんうん もうその頭のいい人とねこうはもうも政治回せる人がちゃんと政治家になってほしいなともうひたすすら願いま全国古着協会を作ってもらって <laughs> そこから票を集めてあの <laughs> 選挙を通ってい弱い <laughs> と思うぞこの古着好き人口の今このねこう少なさというか、ねうん、でも若い人に、ね、多いからそういう意味で言うと若い人の意見は古着党から結構ね、うん、意見が 出てくるかもしれないね若い人の意見がね。だってあの NHK の立さんだって通ったぐらいだからですね。ええで、あもうすごいよねパンチ力ね。古着党があってもいいと思います。G G とかこう N フルラウあの正なんだっけ正統って認められるあのパーセンテージ獲得できるかな。あれ本当に聞かったら爆笑らしいですもんね。いやまあそ空だってふざけてやったらねその売名行為とかねプロモーション活動でしょってなっちゃうからね。 古着党僕絶対一票入れますよ。古着党ってもうなんかその何を掲げて出るわけ。<laughs> <laughs> まあでもそこで SDGs とかそれっぽいことつなげてねやっぱあのね古着は一着の服をもう,よもう汚れようが破れようが、はい、もうね着れなくなるまで着るんです私たちはっつってね全然関係ないあのストロー鼻にストローが詰まったあのウミガメの画像とか出しい, <laughs> いやいや俺もうそういうのだもう大嫌いもうなんかこう訴えかける材料の使い方が俺もう嫌いなんだよね、うん、あれね、うん もう,いやもう,こうなんか敵を作ってるのかな俺だから、うん、あのなんかもういかにもなこう、うん、演出のプロモーションい嫌いなのよねもうこれあれですかもしかしてあの毎年夏にやってるあの丸一日やってるあのチャリティー番組やっぱお嫌いな方だったいい感じに今名前を出さなかったねほとんどというかもう、ま、全く見たことがないね本当ですかうんもうなんかだから 分かるよ、お金を集めるためにはいろんなことするんだろうけど、うん、もうその T シャツを作るだとか、その有名人を呼ぶとかもだけど、うん、そのお金全部まずそれ募金すればいいじゃんっていつも思うもんね。確かそれで出ない芸能人いましたよね。そう、それもあるやろうね、意思表示としてね。うんうん、いや、お好きな人はね、すみませんね、本当ね、感動がもうあるんでしょうけどね。うんうん、なんかその アーティストさんだったりね著名人の方だけが、うん、まあその票集めみたいなもんでしょ、うん、あれでお,お金を集めるっていうのは、うん、いいのかななんて思うでもまあそのいいっていうか結果論で言えばそこあね何億円とか集まるっていうんだったらとし、ね、そうまあ丸だと思うんだけどやらないりやるりないんか多分そうそうそうそ,うそれはわかるんだけども多分それ以上にねあれでうまみを得てる人もいるんじゃないのっていうのがやっぱこうね。うん いろいろこうねあの世界にはこういろんなこう貧しさに闘ってる団体の人いると思うけどその人たちのスタッフたちが割といい車乗っていい家で寝てたりとか、うんうん、身なりもバチッとしててっていうのをこう見,見せられると、うんうん、まずそのお金1円でもそこになんか現場に落としてほしいって。 まあまあまあ分かんないよ本当に落としてらっしゃる団体もいるかもしれないけどねもうここまでにしましょうこういうなんかあの分からないことを俺たちの想像で語るラジオはあまりよくありませんのでね「田尻」たじりは正解には絶対に出ません。<laughs> ね あのでもわ笑っちゃうよねどこどこかの塔が「あのこうちから出ませんか?」って言ってきてくれた日には笑っちゃうよねでも YouTuber の人とか多分相当声とかくるんじゃない,いやと思いますよ、ね、それこそそのヒカキンさんとかもうあの辺のクラスなんかもう断るのが大変なんだろうねあれだけもういい印象というかそうま,まあ好感度があればもうそこでクリアしてるようなもんだからね、うん アントニオ・キさんも出ましてまししてたもん、ね、そうだねもうそれはもういろんなこ、うん、活動されてるからね、うん、まあまあそのねまあまあ話戻るけどその公平性を持ってこうね、うん、あの税金を使ってほしいともひたすら思いますよ。やっぱり GoTo ファッションっていうのはやってほしいと、うん、まあまあ,まあそのやってほしいってほど言ってないけど。うん その平等にねなんかこうみんなが納得できるだって俺らが知らないようなあこんな業界も影響を受けてらっしゃるんだっていう業界が多分見えないところに多分ものすごくあるはずなのよ。これはテレビで見ましたけどうん、うん、やっぱり夜の居酒屋が行けないってことは。 あとそのスナックとか,かはいはい、はい、そのに行く女性のドレスも売れないしうん、うん、その行く花屋さんも売れないし、ね、そこにお酒を売ってるお酒屋さんも売れないしうもうまずそこなんだよねだ中心だけがやっぱりこうそれがそうそうだから飲食店さんにだけが売り上げが落ちたからじゃ何パーセント補填します、うんうん、でその卸屋さんの方には別にね,おね酒の卸屋さんの方にはないとかもよく聞いてたしほぼ直接的もうほぼねもう全部つながってるんだからね いやでもねやっぱりねファッションっていうのは後回しになるっていうのは分かるんですよ。あの俺はもうずっと小さい頃から思ってたけど「いい食住っていう日本語の言葉であれは絶対食住いいなんだよね。お本当はあはご意見いろいろあるかもしれないけどまず食べなきゃ人間死ぬでしょ。でやっぱ寝床がないと人間安心して暮らせないじゃないですか。で ファッションっていうのもじゃあお前裸で外歩けんのかって上げ足取られたらそれは無理だけどでも別にそのね 1000, 円にね1,000円未満の服でも別に外歩けるわけじゃないですか今ファストファッションでもいいしね島村さんみたいなところだったりねスーパーで売ってる服とかでも多分ね1,000円以下2,000円以下であるでしょ上下変えたりだからやっぱり絶対食住医でやっぱ医療っていうのはやっぱ最後だと思うんですよ自分はね。 どうどうそう思わないやっぱ最後だと思わない医療っていうのはいやそうだと思いますやっぱりやっぱそういう国の経済格差から見てもやっぱり栄えてる国の方がやっぱりファッションで進んでいくしあーだから贅沢品の部類になるよって話だよね、はい、経済的に余裕がある人の、うん、うそういうことよね洋服とお金稼げるからすね,うのね、うんうん、そのまあ娯楽的なところがあるよね、はいはい、だからまあそれは全然後回しでいいんですよだからもう後回しというかしなくてもいいと思うぐらいだけど、うん、まず 日本製の服を作ってる自分の知ってるね知り合いの,あのお世話になってるメーカーさんたちの声でもその日本でもちろん縫製とかしてるんだけどその部材が要は海外からしあの輸入してるものがあると。でその海外の工場がそのコロナの影響で工場がストップしてしまってて材料が遅れてるとかで遅れてるからうち,うちでやってくれとかその要はこ何ていうのかなう、まあ 遅れてるからその部材も届かない分その工場が全然先に進めないと、まあ、分かりやすく言えばじゃあもうほ他の部分は全部終わってるのにボタンだけ来ないからそのシャツが完成しないみたいな要はどっか一部が出来上がらないからその製品として仕上げられなくて販売が遅れるとかっていうのも多いみたいで,でそういうのでやっぱ工場がこう動きが鈍ると。 そのメーカーさんっていうかあのその服を作ってくださいって依頼してるブランドさんっていうのかなブランドさん側が困ってで工場の取り合いになったりしてねで,もうでそこでやっぱり値段も上がってきたりすると思うんだよねうちを優先的にしてくれこの値段で先にうちのを縫ってくれみたいなことにもなるだろうしねだからそういう意味でまあいろんなものが滞って価格高騰にもなってるみたいなね。 いいろいろなんか値段が上が上ってますももんねその洋服関係そそうそう,もうま,まずはね、うん、コットンとか、うん、まあ人件費とその綿とかそういった素材の両方だと思うけど、うん、これはね落ち着かないんじゃないですかね当面はね、うん、だから今までうちのねお世話になってるあのジーンズの TCB さんやっぱコストパフォーマンスが高いよねってみんながやっぱ言うのがもう口癖だったんだよね、うんうん、ここって 他のメーカーさんに比べても3,000円から5,000円は安いよねみたいなでその TCB さんですらもうこの前あのアナウンスが来てもう値上げをしなきゃどうしようもないっていうところで言われてえっ、ー、とジージャンもだし、えー、とジ,ジーンズも下ねボトムスもトップスもえ比例して値段を上げますっていうアナウンスが来て値段をね変えなきゃいけなかったけど。 そのやっぱりそれも面価が上がってるっつってたもんね、うん、あ,あとは輸送コストなんだと思うよその、うん、輸送のやっぱそこも全部人件費と、うん、そのガソリンとかのね輸送コストでしょだから当面落ち着かないと思うよ多分値段はねで値段って不思議なんだよねその1回上がってじゃあ 円安が解消したりとか物流がねあの回り出したとしてもあんまり値段がその下がり始めるっていうのは聞かないもんね一回上がったものが下がるっていうのはねだからますますちょっとお客さんのこう選択する時あのお買い物しようって悩む時のちょっとこうハードルは上がっちゃうような気がするよね。でもこの間ニュースで見てはすごいいい企業だなと思ったのがですねあのインフレ手当を出す職場があるみたいな。 ね、どういうところなんですか具体的に細胞って確かネットのなんかこう会社だと思うんですけど、うん、月そのインフレになったから月に10万前後ぐらいだったかななんかな詳しい学校覚えてるんですけど結構出しててですね給料をもうそのまま上げるってこと給料プラスインフレになった世の中に対する補填みたいな感じで多分でだからそれはいわゆる給料にその追加して上がってるわけでしょそうですそうですいと思って いい会社ではあるけどすごい余裕だねそれすごいことよそれその今の時期はってことでしょだと思いますけどですねすごいねそれねそんな余裕っていうか今従業員の方にねバックできる会社さんって体力すごい体力すごいなうちの職場でも出ないかなと思いながらインフレっていやいやほんともうねとにかく給料上げてくれっていうみんなが言ってるもう給料が上がるの ね、祈るしかないですよねまあ、そういうのために政治家の皆さんにね、頑張っていただきたいと思いますはい、そんな感じで、えー、今日も始めて行きましょう毎週日曜日のラジオトーク耳雲な日曜日 People Get Ready の田尻と竹澤ウルスがお送りいたしますよろしくお願いいたします,します9月夏休みはい、はい、10連休でちょっと先がね9月、うん、<laughs> 何しようかな ちょっと待って今さらっと流しちゃたけど10連休さらっと流すこじゃないいやちょっと今耳に一瞬入ってぐるっと回ってええー、って連休言ってたもんね前回のね、はい、うちの会社はその、はい、取りやすいんでってね。はい、十連休か 俺がサラリーマンの頃に1回だけ取れたその新婚旅行の時だけに取れた日数よそれをお主は毎年取っていると申すか頑張れば2回取れる。<laughs> すごいあなたの会社も体力あるよ <laughs> ああすごいよででで計画はどこに行こうかなって悩んだ結果結局今年も大阪に え <laughs> 10日間のお休みで大阪に行くのと日ぐらいもうなんかこうただだらだら過ごそうかなと思ってもうその,そのなんどうなのその休みがある人のもう贅沢な使い方だね1泊2日でも天草にひいひい行く俺のことも考えてくれよ <laughs> そのもう,もう夕方釣りしてちょっとだけ寝て朝起きて釣りして仕事に戻って,っていやもう絶対その生活僕できないの <laughs> 何かあったら次の日は休むと <laughs>。いや、それ、すごい羨ましいんだよね。うん、休みに遊ぶ一日と、うん、その遊びの疲れを、外国の一日。もう贅沢ですよ、うん、それはもう。俺は遊びの一日の次はもう仕事の一日だからね。ね最悪、泊まりの日ってあれですよね。その次の日仕事の朝までに帰ってきて仕事のパターンもありますよね。いや、だから全然この前もそうだったからね。俺はこの前はだから4時半に起きて。うん 朝5時半6時ぐらいから釣りを始めてで天草を9時前に出て、うん、で嘘みたいだけど11時50分にお店に着いたもんね、うん、まあこれは本当は罰だと思うんだけどうん、うん、10分前になんとか間に合ってお店オープンしました、うん、それぐらいの中ですよ私は <laughs> そんな中だらだら過ごしたいと大阪で,大阪でその後実家で3泊4泊して帰ろうかなと思ってますけどはあ 大阪に五日間も。うん、何しようかなと思いながらですね。はあ、まあ一日はじゃあパラメヒコさんに行って、そ,ってそれでも一日ですよ<ー>十分ですよ。あとまあ西成ブラブラしながらセンベロを楽しもうかなと思ってますけど、<laughs> 大阪でも朝から飲めるんですよ。西成モーニングセットみたいなところがあってあの朝ビール一杯と卵とスコンブみたいなセットでこう朝からこう。 ンブみたいななんかすごいゆで卵とみたいな感じ <laughs> 朝からアルコールを入れる必要がやっぱあるんですかやっ,ぱへやっぱこうなんかこう社会う今日は休みだぞみたいな俺はこの上ない贅沢をしてるんだ、ね、みたいな飲み好きの人はそれよくあるもんね<ー> なんかあの居酒屋さんとかあの居酒屋さんじゃなくてあれかファミレスのお昼からあの生一つとかっていう声が聞こえると、うん、え、はい、え、はい、<あ>みたいなねものがサラリーマンの皆さんがお、うん、おマジかよみたいなね、うん、さらに土日じゃなくて平日にやるからこそさうにボルテージがあるというかですねもうお勤めでみんなネクタイでキュッともう首絞めてる人の周りでビールをぐびっと飲めるそのフランスのパ、ねはいはい、ンパンでね ぐぐるぐるしようかなと思ってます楽しんできてくださいね、はい、10連休俺だったら絶対旅に出るねコロナじゃなかったらいや一緒だろ別に、ね、大阪に5日間いようが<ー>旅しようが <laughs> やっぱりアメリカですか10日休みがあったらいや今10日もう嫁さんとか子供のね大変なことも何も考えなかったらそれはアメリカ行きたいよもちろん行くよ、うん アメリカに行きたいですね日本国内だったらやっぱ沖縄とかですかもう回ああいや、うん、俺はねあんまりそのリゾート地に対する憧れがないからあ,<ー>あんまりパッと沖縄とかって浮かばないんだよね、うん、本当俺は一か所よりも点々と旅をしたいあ<ー>だから自分この話ラジオでしたことないんだっけな俺10日間前の会社にこう入社が決まる前に10日間ぐらい 間があったんですよ、うん、もう何日から会社が始まるからもうそういった長期の休みはもう今しかないなみたいな感じででその時に取った行動がこれ <laughs> ちょっと途中で「えっ?」ていう話が始まるけどあの今聞いてる一人は「あああの話か」って多分もう浮かんでると思うんだけど、うん、あの10日間あったね確かね。で、えー、と自分のその時のそ時プランは えー、青春18切符を使って旅をしようと僕あ,、はいはいはい、あれ詳しく分かんないんですけど何ですか青春18切符えっとね今の内容がもしかしたら変わってるかもしれないけどまずね一万俺が使った時は1万6 7千0<え>ま円2万円しない金額ぐらいで7枚つづりの電車の切符を買うんですよ。6枚つづりだったかもしれなない、はいごめんなさいで 1枚の綴りを1日限り有効<ー>でその日駅に行って駅長さんにスタンプを押してもらったらもうその日の切符はその日のうちに使わないともう有効期限が切れちゃうのよ、はい、でもその6枚か7枚かだったその綴りの切符を別に毎日連続で使う必要もないわけ 1>,、はい、1日目で、まあ、1枚使って2日目で使って3日目はその場所から 電車を使わないなっていう日はもう使わなければ。その切符は浮くわけよね。一日、その J. R. 乗り放題なんですか。そうそう、で、えっ、ー、と、普通の鈍行列車プラス、快速まで使えるってやつ。<ー>特急は使えない。特急使えない。快速まで乗り放題なの。だから。一回駅に行って乗って、か快速電車に乗って、降りたいとこで降りて。で、また、その街をぶらーっと歩いたり、ご飯食べたり、温泉行ったりして。<ー>で、今日のうちから。 また別の街に行きたいという時に、また快速電車に乗って移動できるわけよ。はい、だから、その要は一万六千、これ俺暗算が超下手だから、あの、ちょっと計算してほしいんだけど、はい。まあ、一万七千だったとしたら、六枚綴りだった場合はいくらになりますか。三千円前後ですか。そうね、三千円以下だよね。だから、えっと、快速でも鈍行でも、一日乗って降りて、乗って降りて、も何回繰り返そうが三千円以下で。 その日の日交通費がま,あまあかなえるというかねできるわけでえとだいぶ説明が長くなっちゃったけど俺はその時にじゃあこの10日間の休みをどう有効利用しようかと思って考えたプランがまず飛行機でまず羽田まで行くと東京までまず飛行機で行っちゃってでそこから羽田で降りてそこから熊本まで10日間かけて鈍行列車で帰ってくるっていう まあ、プランを立てたんですよで青春18切符がちょっとどっちか分かんなくなったけど、まあ、6枚つづりだったとして話をすると,、うん、えと6枚ってことは10日間のうち4日間切符を使っちゃいけない日があるわけよね。はいはい、でそ,<う>それを続まあいるもしくはだけど俺がねあったのが、えー、とその点在してる町ごとに同,、うん、友達同級生とか友達とか名古屋にあいつがいる。うん 東京にはあいいつがね、うん、山口には彼がいるって感じでみんなをこう電話でいついつ行くから一緒にこう飯でも食おうぜっつってうん、うん、でその,そのまんまど次の町まで送,れて送ってあげるよっていう友達とかもいたからじゃあこの日はちょっとチケットなしで行けるなみたいな感じでいろいろプランをまず事前に組んで、うん、で東京に1回降り立ってそれから。 え熊本まで戻るという旅をしたんでですようん、うん、でその時ね東京に前チラッと言ったけどあの関根さんとかは会ったとっ言ってた妹がまだ住んでる頃で<ー> 1>, 1日目に東京で妹のところで一泊したのかな、はい、でその時ねですよ奥君、うん、ガーデンはねベトナム料理屋の店長をしててそこで久々に会って「またな」っつって、まあ、お別れしてで。 東京にまあ一日妹のところで1泊してもすぐすぐ動いたのかなそっからは。でどっちに行ったんだっけなそのあと全部これね実は写真に載ってるから全部写真を見ればこう辿った旅のね流れは分かるんだけど。 途中で本当名古屋のね友達に行ってあの時初めてじゃないけど味噌かつお食ってこの甘い味噌って独特だなとかねこう思ったりあの京都とかの寺を巡ったことはあんまりなかったからでその時ね俺奈良がすごい気に入っちゃって本当ですか京都はもうこれ京都民の人には京都府民の人には悪いけど。 もうザ・観光地っって感じだった金閣寺もザ観光地ね五重塔も,もうザ観光地って感じだったんだけど奈良に移った時に奈良の空気はまだなんかね観光地って感じがちょっと、うん、一段落落ち着いててなんかねその昔,のその昔からある景色がそのまんま現代にこう空気が流れてるみたいな。 馴染んでるようないいなんか空気が流れててまあ単純に奈良公園の鹿が可愛かったっていうのが今思い出したけど奈良がねすごいいい場所だなと思いながら歩いた記憶があってでそっからだからそのね神戸の古着屋さんとかまあ三宮あたりであちょっとこれどうしても言いたいもうだから青春ジュア符キップで動いてたからまあ金もないわけよ。 切符プラス10万円で全部やりっくりするとかだったんじゃないかなはい、はい、で寝床は友達の家に毎日泊まれるわけでもないから、はい、あのネットカフェを、うん、当時その頃ねまだ今みたいにネットカフェってものがまだこんなポピュラーじゃない頃のネットカフェで。うんうん らいですかいやいやそんなはしないよ多分24時間十四時間パックじゃなくてその半日かうん、うん、夜から入って朝までの6時間パックとか8時間パックみたいなので1000円1500円じゃない,い夜とかだからでもうね忘れられないのがあのもう汗だくもう夏だったんだよねリュックからって、うん、ずっと汗だくで歩いてで今日の寝床どうしようどうしよう,もう要は決めずに歩いてるわけよ。うん で今日の電車で、ね、まず三宮神戸の三宮までは行かなきゃなと思いながら終電があるからねどっかで止まったらそこに何もなかったら寝れないから野宿はできないからで三宮まで行こうっつって行ってでそこに今もあるのかなネットカフェポパイがあって三宮店だったと思うんだけどもう今日はもうここだっつってそこに入っていって。 まあこうフラットなお部屋がいいですかとか椅子のお部屋とかもうフラットがいいですもう寝たいからねフラットでっつってでその三宮店のポパイに入った時にシャワーが無料と書いてある今どこもそうじゃんシャワー無料あよシャワーが浴びれると思って入った時に普通のシャワーと「全身シャワー」っていう文字があったの全身シャワーねでなんだろうとでも全身シャワーちょっと興味あるなと思って入ったわけよそしたら まあお風呂場っていうかそのシャワールームに入ったらまあ目の前の壁と横の壁もう両サイド右も左も壁に穴がずっと開いてるのよ。で目の前の壁にも開いててまあ後ろにはさすがになかったかな。で下もなかったと思うんだけど要は前と横の壁にこうシャワーのこうお湯が出てくるであろう穴があるわけよ。で どういうことなんやろうと思ってこう目の前にある蛇口をこう右にこうぎゅーっとひねったら全身まさにもう前と横からそのお湯がぶーっと俺の一日歩きまくってもう足も,もう棒のようになってる俺の体に。 もう心地いい温度のお湯が全身に注がれたわけよ。俺はね泣いた、<laughs> もうそのお湯を浴びながら、もうね、全身シャワーを浴びながら、<laughs> うおーっつって、<laughs> もうその一日のね旅の疲れがもう、<ー>もうなんて幸せなんだと思いながら、うんもう泣、泣きながらシャワーを浴びたよ。うん もう今でもあの感動は忘れられないでもねこの感動したネットカフェの三宮店のポパイは少し前に行った時にはもうなかった気がする同じ場所にはなかった移転しちゃってるのかもしれないけど俺のもう全国チェーンでしょポパイさんはね もうでもネットカフェも今全部厳しいっつってね快活クラブ以外も,もう全部だめだったみたいだよだからポパイさんも結構よくなかったと思うんだけどもうあの三宮店さんはねもう俺の中でもう忘れられないもう場所もうあの感動はねほんとショーシャンク休養 <laughs> もうあの天を仰いでるほんと。本当 ネットででででポパイ全身シャワーたたんですす出てこなかったです画像もうやってないんじゃない、うん、多,分多分コスト高かったと思うよあれ出る水の量半端じゃないでしょうねもうそれがね一人旅のもう、うん、い最高の思い出1位はそれ、うん、でもう一つちょっと今思い出したのが、うん、えーっとね携帯がまだまだ全然もちろんガラケー時代だったんだけど、うん そのホテルの予約とかもやっぱ電話で今空いてますかとかでやるから結構バッテリーも食うわけよ、はい、充電も一日どっかでホテル前日のホテルでしたバッテリーで一日使わなきゃいけないからでこうなんだかんだ言ってバッテリーが弱ってきて、えー、と終電も迫ってきてるでホテルも決まってないみたいな時に電源がもう落ち,落ちたのかなもう落ちるか落ちたかどうかぐらいの時があったわけよ。 まずいともうこのままだと本当、駅に野宿になりそうっ,つってでその充電コードはもちろんバッグの中に入れてるんだけどそのコンセントがないわけよ。うん、で、これこそねあのもうゆ許されるべきことかといえば許されないことだけどもうあの自動販売機の電源の後ろに、うん、要はあの豚鼻というの、うん、あのコンセントがあるじゃない。 で充電器そ,そこそこに余ってる穴がないかをこうずっと見たりしててもちろんその入ったお店さんとかで充電器ちょっといいですかで借りて電源コードさ,させてもらうのもやってなんとか繋いできたけどその駅のホームにもうないともうどうしようどっかにねかと思ってもうさまよってたのよ。でもホームの もう一番端のもうベンチがもうなんか昔の,あのレトロなベンチが1個だけあってもう照明も薄暗いようなところがもう駅のホームの先もう田舎のもう真っ暗な駅よの先にもうないよなって諦めて歩いてた時に壁からだっけな壁からだったと思うんだけど電源コードが1本だけピュンってそなんかもう。 天のなんかもう雲の糸が落ちてきてるみたいに壁の穴がくり抜いてその穴から電源コードがピュンって出てるわけもう3センチか4センチぐらいもうその時涙は出なかったけど神様とおいながらいるんだなみたいな電源をもう断りもなくそこに刺させてもらってバッテリーをこうなんとか復活させたっていうのがあったねもうあのもう電源はいまだに忘れられないね それが2位かな <laughs> でこれはね3位でも4位でもなくもう番外編、はい、もう超特急な番外編なんだけどこれがこの旅のまあ一番のもう,もうビッグネタだと思うんだけどえー、っとね「京都」。 まあさっきなんだかんって言って京都も観光地っぽくてちょっと苦手だったとは言いつつもせっかく来たんだからと思って目星とこ全部見てたわけよ。うん、で清水寺にもやっぱ行かなきゃと思って清水寺の舞台に行ってで俺たちがいつもカレンダーとかあのよく映像とかでお正月の番組とかでも見るあの清水寺の舞台があるじゃない。 あれあの下がこう崖になっててね清水寺の舞台から飛び降りるっていうやつあの要は見てる、えー、と側の側の方っていう言い方分かるかな、はい、目の前に清水寺の舞台があってその手前にそれを見る舞台があるじゃない言ってる意味分かるかなそこねちゃんとした名前があるんだと思うんだけどうん、うん、そこに立っててで自分はも昔持ってたね小さなデジカメで動画も撮れたから。はい 動画メモも残しながら旅をしてたのよ、うん、でその時にこうあもうほんと恥ずかしいけどこう旅の恥は書き捨てだからやってたんだけど動画にちゃんと音声を入れながら「うん、ただいまそうそうただいまね清水寺の舞台に来ております」って言いながらこう,こうパノラマにこうカメラを動かしてたわけよこうスライドさせてみ左から右にね、うん、そしたらこう向こうから人が近づいてきたわけよで、まあ、その人が男の人だったんだけど す,すいませんあのちょっと写真撮ってもらっていいですか?」って言われて「ああい,いいですよ」っつってこう「俺も恥ずかしいじゃん」なんか喋りながら1人で1人でこう動画撮ってたわけよでこういきなりこう男の人が近づいてきたから「ああ何もしてませんよ」みたいな感じでパッと「ああもちろん大丈夫ですよ」っつってこうレジカメを下に下げて向こうで俺にそのカメラをお願いしますって渡してきた男がなんと D ちゃんだったのよえー、マジっすか 何回もこのラジオトークで出てきてるあのキャンプ好きの男 D ちゃんこ<ー>この話武田はしたことなかったいや初めて聞きましたそう,そう<あ>俺した<あ>かなと思ってで今ちょっとリアクションに困らせてるかなと思い,<々>思いながら喋ってるんだけど<ー>その清水寺の舞台で俺がデジカメで音声メモっていうか動画メモを撮ってたら向こうから D ちゃんが「すいませんあの写真撮ってもらっていいですか?」って俺に話しかけてきたわけよ D ちゃんは俺って気づいてるんじゃなくてたまたま誰かいねえかなと思ってたわけよ、うん、その時 D ちゃんは横にあのすごい可愛い彼女と京都デートを楽しんでて、うんえー、であの写真あいつずる賢いやつだから写真を撮ってもらう時にあのどうせ写真をちゃんと撮ってくれるならカメラを持って,って。 ちゃんと撮れそうな人にあの人は声をかけるわけよ D ちゃんは、うん、それとか頭聞かせる男だから、うん、であいつなんかカメラ持ってなんかやってるっつって多分あいつは少なくとも下手なやつじゃないと思って俺を見つけて近づいてきたわけよ、うん、で「すいませんカメラあの撮ってもらっていいですか?」で「あいいですよ」っつった時にお互い「おお何してんの?」っつって「えー?」みたいな俺その時もちろん D ちゃんとか呼んでないけど、うん、まあ今これ <laughs> お「おおどうしたの D ちゃん」みたいな。 向こうもおで「田尻」みたいなえ「田尻何やってんの?」みたいな感じなわけよでお,お互いにえななんで「なんでここいんの?」みたいな「でおあ俺は今ちょっと東京からさこう熊本に一人旅中なんだよ」っつって、うん、向こうは「あそうなの?」みたいな「うん、俺は、えー、とたまたま彼女と京都に一泊二日か二泊三日ぐらいで多分たまたま京都旅行に来ててで出会ってるわけよで まずねこれは俺と D ちゃんで何度もこの話はするたびに気持ち悪いなって言うんだけどまあ、D ちゃんと俺は高校からの同級生なんだけど高校の同級生と清水寺の舞台で、まあ、舞台ではないんだけど清水寺の舞台って言っちゃうけど修学旅行の定番地そうそう清水寺の舞台で偶然出会う確率。うん で修学旅行とかで例えば清水寺の舞台に立ったとしても多分ね5分ぐらいでああこんな感じねってってもう降りるじゃんだから清水寺の舞台にいる時間って多分5分10分だと思うのよ実際観光中もその清水寺の舞台の壇上で D ちゃんと俺高校の同級生が偶然出くわしてさらに その男同士がカメラを撮ってくださいって気付かずに依頼する確率ってやばくないかっつって、うんうん、これ俺と D ちゃんは何度も、うん、もう俺たちなんか気持ち悪いなこの縁って言いながら、うんうん、今聞いててもちょっとちょっとおかしいやろそんなこと、うん、いやそ,そんなことがあるかって思わないありますありますあります あす,すみませんあのこれあるんだ、はい、上回るぐらいのことがあるってことお<ー><え>前アメリカ行ったじゃないですかすみませんこれ話ちょっとこの話あるんですけどロサンゼルスの有名な何、うん、か人形あ有名の手形してるとあ,すあそこもう僕一人でアメリカ行ってたんですけどうん、うん、そこに行った時に職場の同じ職場の後輩がいて。 全然打ち合わせしててなくてリアルにその今現地で働いてた後輩,後輩が何の打ち合わせもしてなくて、うん、そこの,のえお互いアメリカに行くよねーも部署が違うんで全く話してなかったんですよ、えー、でそこでたまたま会ってで僕もそうですね写真撮ってくださいって言ったら「日本人日本人だろうね <laughs> あの人い嘘だろしたら。 あえみたいなえ何してるんですかみたいなちょっと待ってここアメリカよみたいなちょ,ちょっと待ってあのアメリカよここみたいなすごいな、はい、すいませんだからいやいやちょっとそれすごいわ、はい、俺と今このラジオ投稿を聞いてる D ちゃんもん、はい、うわ超えられたわって多分思ってるわ、はいはい、だからこの話をするべきかどうかんでけどいやいや全然してもらっていいよ、はい、すごいな あの時はマジでこれモニタリングじゃなないいかかと思いましたなんかテレビのなんか企画じゃないかはい,はい,はい、はい、そんなところに知り合いがいるはずないと思ってるんで,ですねえ手形でこう竹澤さんよそ押してるのを撮ってもらいたいなと思って,てっ日本人みたいな人探そうかなと思って、うん、あおるじゃん日本人と思って行ったら職場の,そのカメラすいませんって声かけた時に顔見て、はい、あれ,あれみたいないやもう途中絶対嘘だと思って似てんなと思ってました最初そしたら「<laughs> あ物本物じゃん」みたいな <laughs> ええ向こうも竹猿さんですよねみたいな、はい、何やってるんですかみたいなですですですえー、ここアメリカだよみたいなえー、アメリカだよみたいなここ分かってるみたいになってなんかあもうあれでした衝撃的な時ちなみに言うとその人は女性、はい、女性です女性,す女性はい独身独身ですその後はじゃあ運命かと思いますけどお,お付き合いにならなかったえ向こうの人は一人旅 仕事で来てたんでですよね仕事2泊で帰るって言ってたんですけど僕だからスーツでいたんですよ日本人の女性がそのロサンゼルスのあそこに何やってんのかなこの人と思ってすご<か>安全そうだカケザウルスの会社さんはアメリカに出張もあるのかその人だけがちょっと特別な人でいやちょっと待ってビビすごいなそれ俺と D ちゃんの清水寺がちょっともう吹き飛んだな だからその出会った瞬間一気にこう世界地図が小さくなったというかあ、世界狭いなと <laughs> なんかいやいやいやお俺その話聞けてちょっとすごいなと思った、うん、俺はあんななことない、ね、今までは D ちゃんとこの俺の,そのこの偶然を超える偶然はないと思ってたから、うんうん、その偶然をやっぱ超えてったわだって海超えてるんだもん、うんうん すごい !D ちゃん聞いてるか今 <laughs> D ちゃん超えられたぞ今んですけど<今>やっぱラジオのためにあのもうこのトークなんかできないよね <laughs> 負けちゃうもんねロサンゼルスにね、はい、うわマジかしかもやっぱ同じ偶然のカメラ撮ってくれませんかこれなんかちょっと今あるなこれでやっぱこの話とこの話のオチとしてはその女性と結婚すれば最高だったす、ね、だだですよねそうだよそうだよね それが今の僕の奥さんなんですよっていう,、ね、うのがもう別にそう,、まあ、そうじゃなくてもすごいようん、うん、でも全然いやーちょっと待ってロサンゼルスか超えなきゃいかんなアフリカがどっか行くかです,ですね <laughs> ここケニアだよ <laughs> ケニアだよここっつ <laughs> って,っていやそれしか <laughs> ここザンビアだからみたいな <laughs> これも それしかないよない,いやー、参ったわ。このトークに上からかぶせられるっていうのは、俺はもう、ちゃんも想像してなかったと思う。ええ。すごいね。人生で一番こう、自慢できる話かもしれないです。驚きと。まあ、偶然とかっていう部門ではダントツじゃない。はい、宝くじ当たるレベルですよね。多分。そうだよ。よね、うわー、いや、いい話聞かせてもらった。うん 今日はねこれはちょっとなんか今世界観変わったななんか、うん、えぇーピープルゲットレディー耳織りな日曜日まあそんな感じでね俺は <laughs> 10日間回ると僕は青春18キップで、うん えー、旅をしてきたよっていう話ですね、うんはい、いい思い出でございます、うん、僕青春18切符って18歳しか買えないと思っちてたそうそうそ,、ね、それないの全然おっさんになっても使えるうん、うん、青春は、うん、あの何歳になっても青春ですってことで,でそれに1枚使うじゃないででですすか本気出せばどこまで行けるん,ですかうん、うん、あだからその快速電車で要は熊本から初でどこまで行けるかは調べてみないと分からないと思う、うん、1枚だけでも買えるんですか いやつづりじゃないと買えないだからこれが使い方が面白いのが友達3人で行くんだったら2枚2枚2枚,2枚,2枚,2枚とかもできるわけよなるほどそういう使い方なんです、ね、アイディア勝負なのよああなるほどえっ期限はないいやあるあるあ<ー> 1> で使い方 1>, 1年中発売してるわけでもない確かえあそうなんですか、ね、これ10年前の話だから変わってたらほんとごめんだけど当時は何月から何日に青春18切符の発売が始まりましたよみたいなで多分 間違いないと思うけど、えー、お正月とかお盆みたいなピーク時は発売されてないはずそういうちょっと隙間の換算期に青春18切符が一定期間で発売されてるはずそんんなな混む時にでき使えないじゃん当時はそうだった今ごめんなさいちゃんと調べて話さなきゃいけないと思うんだけど当時はそういうルールだったと思うシステムというかね。 大阪う五泊の帰りをまだ決めてなかったんですよ。旅か。旅旅。ビジネスホテルとかネットカフェ使えば全然お金かけずに旅できるよ。だから、尾道とか岩国とかいや最高よ普段行かないよか岡山で TCB さんとかハイヤーさんとか行って、そこからどんどん下ってくればいいじゃん。いやででも月なんああ、使えるか使えないか微妙な時期なの 履いいてないと <laughs> けよ昨日の動画で気づいてるか俺釣りあれ TCB 対戦モデルだぞあれもうここ,こ,こい TCB 対戦モデルで海で2日間い、うん、いやすすごいっすよあれもうほんと汗だくだったけど、うん、1>, 1日目も2日目も履いていや移動中はちゃんとね別なズボンちゃんと持っていって、うん、釣りの時こそと思って潮風に当ててきたよやっぱ デニムを買ったんですけどやっぱり服快適性が勝ってしまうんですよねやっぱデニムを買ったのにまあでもね暑い時期はしょうがない無理しすぎたら楽しくなくなっちゃうから、うん、そりゃいいよ <laughs> そりゃいいよ <laughs> まあまあ旅しようじゃあ、うん、ちょっとそれまた練っていこうよ、うん、今後に向けてちょっとあれじゃないこう メッセージ募集して僕の家に泊まりませんかみたいな <laughs> 竹を。携帯電話充電させてもらえませんかみたいな。いやいやもう充電いいホームステイさせてくださいよ。いいね、何月何日うちに竹澤ルス来てくれよっていうね。い,やいいいやですかねちょっと このご時世ちょっと事件はないとウネ願いたいけどだからこう耳寄りな政治の皆さんなら安心だと思っていただいた方にはあのステッカーを配るとあステッカーを持っていけない俺が腹切ってるようなもんじゃうちのステッカーを配るだけまあいいよいいよもう全然持っていってもらってあの扉にステッカーって何の降臨なんだちょっと nhk 来てますよみたいなあの あの番犬猛、うん、犬がいますみたいなステッカーみたいな感じでね玄関に貼ってもらって、うん、まあまあじゃあちょっと9月その計画もちょっと練っていこうこれからねよろしくお願いいたしますいやでもこの暑さを除いてですよ、うん、デニムを買ってよかったなと思ったのが、はい、暑さを除いて暑い時には着ないっていうその除いて、はい、僕の服今日何着るとかってめちゃくちゃ悩む人なんですよね、うん、今日何着ようかをね、うん、特にあの いやこの日日は楽しむぞっってていう日ってあーこの前だから沖縄に行く時のハワイアン期待とかそういう話よね、はいはい、コーディネートを悩むってこと、はい、ちょっとごめん「コーディネート」って出たんでメッセージコーナーに行っていいですかあ大丈夫ですよちょっと今日ねメッセージがコーディネートネタがいっぱい来てるんですよメッセージですかはい、はい、では、えー「毎週恒例」と言いながら先週ほとんどやれてなかったやったんだっけ 一通来たんだよね、選手はね,あですね厳選した1通が 1> <laughs> 厳選した1通だけをご紹介した、えー、メッセージのコーナーなんですけど、えー、今週もね、耳りな日曜日恒例のリスナーからのメッセージコーナーをスタートしたいと思いますえー、っとね、この前のラジオトークのトーク内ではなんと私とタケザワスがボケボケで、えー、メッセージのテーマを募集せずに終わってしまったんですよ <laughs> もうほんとボケまくってて 俺たちはね本当と23回全部終わっていってるんだよあの今週のキーワードはって言ってたのももう23回で消滅してるしなんとかこのメッセージだけはねあの消えないようにしようだから大事ちゃんと今週も終わる今日も終わるまでにちゃんとテーマを言うの忘れないようにしてて、ね、はいでで俺はあの動画のラジオトークの動画の、えー、とコメント欄にね来週のテーマは「 ゲットレディの YouTube チャンネルでこれからやってほしい企画があったらぜひお送りくださいってことで募集したらえたくさんのメッセージが来てくれましたのでえそれをねちょっと読ませていただきたいと思いますはいではまず1つ目えお読みいたしますえちょっとねどこにお住まいかはちょっと書かれてないのでわからないんですけどでね えとインスタグラムの DM で頂い,いててお名前が出てるんですけどこれ読んでいいのかちょっとわからないのでここも伏せて「王、うん、さん」にしときますイニシャルで「王さん」<う>「王さんからのメッセージ」えー「はじめましてラジオいつも楽しく聞いています」えー「YouTube でやってほしい企画ですがあえて他の古着屋さんに皆さんで行って何か一つ買ってきてそれを紹介するなんていうのはどうでしょうか」と。 うん、個人的には西海岸さんでやってほしいですとこれはあの、うん、YouTube を見てるとよくあるよねこういう古着屋のやってるじゃなくてそのなんか古着系 YouTuber の皆さんが割とやられてるような感じだよねグってきた系ですよね,そうねだから、えー、と何をチョイスするかをみんなに楽しんでもらうっていう面白い企画だと思います。だからこののみんなでっていうのは俺と竹すと 例えばタント君とかそういうメンバーでってことよねまあ軍曹もいてくれたら嬉しいけどああいうのって目利きができる人がちゃんとあ知識があって選ぶからなんか面白そうな感じそうだよね、はい、なんであえてこれをチョイスしたんだろうっていうね、はいはい、だからその意味で俺もだから古着屋をやってますけど他の古着屋さんに行くっていうね、うん、まあなかなかちょっとこう 古着屋さんが古着屋さんに行って紹介していいのかっていうところで、うん、俺が今浮かぶのはやっぱり大阪パラメヒコさんとかに行って1点選ぶとかっていうのはめちゃくちゃやりたいなと思う,いいうんこれはいつかっていう意味で言うと必ずやろう、うん、大阪に行こうっていうか行こうか竹ルスが大阪旅行の時に俺大阪に古着の卸さんに無理やり仕事をねじ込んでよろしくお願いします日パラメヒコさんで あの、買い物しょうよ。あ、じゃ、決定で。決定で、はい、長崎町で。だから、担当君と軍曹にも、なんとか休み取ってもらって。<laughs> 軍曹に、だから、青春十八きんを二枚綴り渡して。いい,す、ね、そうい,うい方です、ね、あの、行きと帰りを、快速で来てもらうと、<っ>大阪まで。めちゃめちゃしんどいと思う。なるほど。<laughs> だから奥さんとかにも内緒やからかちょっとあのセカンドストリート行ってくるわっつってもダッシュで熊本駅に行って、うんうん、<laughs> そっから <laughs> そっから列車で大阪を目指す、うん、でちょっと今あの奥さんが「まだなの?」っつったら「うん、いやちょっと今迷ってるのあってちょっと遅くなるわ」っつって大阪からも必死で熊本に鈍行列車で帰ってもらう。<laughs> <laughs> まずだから交通費はもうね負担竹ざさんが負担しますからっ,つってね、はい、青春18期一を渡してその4人のメンバーでいけたらいいですね。いいね、うん、ただ西海岸さんっていうのもね確かに面白いと思うんだけどうん、うん、ちょっと今の段階で言ったら真面目に答えちゃうけど西海岸さんって今は2パターンに分かれてるんだよねあの<え>アンカーさん。 西海岸の上のそのセレクトされた西海岸のラインのアンカーっていうラインとああ、ね、いわゆる郊外にある、えー、ロードサイドにあるのがいいる西海岸なんだけど西海岸に今やっぱいいものが本当になくなってるっていうか、うん、いいものっていう言い方はちょっとよくないけどむしろ昔いいものがあったんですかだからその昔はそのアンカーっていう そのチョイスされてるラインがなかったからいいのが混ざってるわけよ<あ>その全西海岸の方にチャンピオンの T シャツとかも,いやもう全然リーバイスの古いやつがあったりとかだから昔は1日ディグってたらお<ー>これめっちゃいいじゃんっていうのが見つかってたから西海岸に行ってたんだけど今みんなが口を揃えていや今ないねっつってで、うん、それはなんでかというとその西海岸のバイヤーチームの皆さんがちゃんとその えー、アンこれはアンカーに出すやつっていう風にこうに分けてらっしゃるわけよ。でこれはもうその西海岸の方でいいやーみたいな感じああのアンカーって言んでるけどその看板にはちゃんと西海岸って書いてあるもんねアメ村とかあのこの前俺が行ってきた下北沢にもあったけどあアンカー西海岸って書いてあるんじゃないかな。あれが、まあ、いわゆるこう ちょっとグレードのいいラインでちょっと前熊本にもありましたもんね神戸そうそうそう街中にななアーケードにもあってなくなったんだけどそういうラインができたせいでなるほどなロードサイドの西海岸さんのこう選びがいがちょっとなくなっちゃったのよだからまあ今回の企画としてはじゃあそのない中でもどれを選ぶっていう意味では面白いと思うんで、うん まあ熊本から近いところで言えば南館のお店がもう体育館ぐらいでっかい西海岸があるでしょあそことかがやっぱ企画としては一番面白いんで、うん、まあ行けるとしたらみんながお休みの土曜日の午前中のオープンと同時に行って1時間ぐらいで見て俺はオープンまでまた間に合うように帰ってくればなんとかできると思うんでやりますかこの企画やり,、ね、やりますかじゃあ。でその中で誰が一番センスが良かったか投票してもらって。 いいですかね、まあいい方はあ<ー>、まあ、まあ、なるほどそういうのもあるね,ま,ね、はい、まあだからこれベタだけど、うん、その何ならそれもう全部4点セットで誰かにそのメッセージくれた人に全部プレゼントするとかそういうのもいいんじゃない、うん、でもそしたらあれか俺着ないもんなでチョイスするかもしれないねどうなんだろうね奇抜とか <laughs> そのプレゼント目的になっちゃうか、うん、でもまあそれも含めていいものを選ぶっていうかね、うん、チョイスすればいいからねだからそういうプレゼント企画っぽく 絡めてももいいいかもしれないね2000人企画と絡めて2000人企画もね実はちょっと後で言うんでちょっとあま,、ね、あまあ待て待てもうすいません <laughs> でちょっとだからそういった他の古着屋さんに行くっていうので言うと、えー、パナメヒコさんと、ね、まあね熊本にもあるんで西海岸さん行きましょうかちょっとねどこまで YouTube のネタにできるかわかんないけどちょっとそういうのもやっていきましょうはいで この王さんからね、もう一個、えもう一個プラスであ,のあるんですけど、夏なのでひんやりするような皆さんがゾッとした体験の話、<ん>まあ、階段みたいな、<laughs> ゾッとした話を紹介するのはどうでしょうかと。まさかの、<laughs> <古い S 2> 階段トーク始まるんですね。関係なくね。<ー>いや、これね、実は俺の。 サラリーマン時代にやってしまっためちゃめちゃ俺がゾッとした話を実はしようとしてたんだけど、はいはい、今日はね旅の話長く長しすぎててもう今収録時間1時間に迫ってるんでちょっとやめますゾッとした話はねまた別でやりましょう、はい、ね王さんメッセージいただきありがとうございますはい次のメッセージご紹介します<お>えー、福岡のババパパさん はい、なんかいバーバパパ」って読みたくなるけどね「はい、ババパパさんです」えーえー、読みます YouTube の企画の要望ですが「えー、入荷したおすすめの服一着を中心にどんなコーディネートができるのかいろんなものを組み合わせまたコーディネートのポイントとかも聞きたいです」と。でちょっと追加で、えー「雰囲気のあるお客さんのコーディネートの写真とか」 あのどこがポイントにその,その方がね置いてられるのかとかも知りたいなと思いますとでこれはちょっと不可能かもしれませんがあのとても気になりますってことでメッセージを頂い,いておりますでシャツ1着にどんなアウターが合うのかどんなボトムスが合うのかとかいろんなものを組み合わせたコーディネート映像を見たいと。 個を軸にしてどんなコーディネートの「今日こうですよ」じゃなくて今日はこのシャツ1枚をどう着こなすかみたいな意味の「コーディネート」ってことよね。確かにいいですねそ竹ざルるさんと田中さんがラジオ収録の時にその日どんなものを着ているのかもコーディネートのポイントと一緒に教えてもらえたら嬉しいみたいなことで。<laughs> いだからねは俺ねラフな格好で来てる俺今日これのメッセージ一応目通してたから<ー>今日あの竹財布さんが入ってきた時にちょっともう笑ってたんだよねあ,<ー>あのお伝えしますよトップスにアーミーのグレーのトレーニング T シャツで。 ボトムにあのアーミーのあのもう本当ビーズの稲葉さんにちょっと長いかなぐらいの,あのアーミーのトレーニングだからもう上も下もアーミーのもうこのままアーミーの人たちがあのトレーニング体育館でなんかこう汗かいてる時みたいな格好で混じっても絶対バレないときてますはいあのウーフォスのリカバリーサンダルは履いてるでもーフォスっていうのそれめちゃくちゃ快適ですねもうキャンプで 風呂上がった後にする格好だよね <laughs>、はい、パチパチこう火、うん、とかをな、ま、眺めてコーヒー飲みながら気持ちいいっすねっていう格好で、うん、竹ルスはラジオ収録をしておりますお店閉まってから来るんであのもう人の目を気にせずに帰ってきてるだけうことだ。<laughs> その時その時の自分のしたい服がね、はい、でさっきねコーディネートの話でちょっと止まっちゃったんだけど、えー、とこのねババパパさんの、まあ、ちょっと次に行く前あの あのさっきコーディネートのところで止めちゃったんだけどこのババパパさんのメッセージともう一方もコーディネートについてだったんであ<ー>あの一緒にねご紹介させていただきたいと思ってちょっとねあの読ませていただきます、うんえー、3通目のメッセージですね。えー、ペンネーム、えー、久留米にお住まいの久留米34さんです,うます私たちとしてはもういつもね送っていただいてても嬉しいの方ですね <laughs> はい。 耳寄りな日曜日えへ, <laughs> 日日へっていうのはいいね <laughs>、えー、古着の YouTube といったらやっぱり、えー、1週間コーーディネートでしょうとう、えー、でも1週間は大変なので田尻さんの今ハマっている服装を写真などでご紹介するのもありかなと思いますと、えー、よければ竹ウルスさんや担当さん、えー、おっくんさんのコーディネートも見てみたいですと。うん 最後にコロナも増えてきていますがまた落ち着いたら楽しいイベントができるようになったらいいですねとメッセージ頂い,いておりますありがとうございますいややっぱりね<あ>みんなやっぱコーーディネト、うん、うーんだからあのねこういうメッセージをいただくたびにやっぱあのみんなやっぱ服好きなんだなと思う、うん、あの俺と竹澤さんが今ちょっと恥ずかしくなってきてるでしょコーディネートに対してこの無頓着というか。はい まあその俺は違いますよって今言うかもしれないけどみんなやっぱコーディネートっていうのを意識してるのがやっぱ服が好きだしちゃんと意識高く服選びされてるなと思うんだけどえお二方からね頂い,いたようにそのコーディネートっていうのがやっぱりこう自分もお伝えしていかないといけないのかなとやっぱ思うんですよね動画の中で。でねこれなんで田尻があんまりやってないかをもうこれはもう本当自虐的に聞こえると思うけど。 40をね過ぎてこうイケメンでもない俺の、ね、着こなしをこう人様に見せていいんだろうかといつもこう頭をそのことがこうよぎっちゃうわけですよ。YouTube でよく1週間コーディネートとかでだから竹澤さんも見たっていうあのなんかイケメンの美容師さんのコーディネートの動画とか見るじゃんなんか見てた美容師さんのモーニングルーティンのとかもうすごいイケメンの人が。 なんんか1週間コーーディネートやってたりするじゃんだから俺あのイメージが俺がもう持っちゃってるわけよ1週間コーディネートイコール男前がやってる企画みたいなそれにもう俺がもうアレルギー反応じゃないけどあ俺はもう嫌だってなっちゃってるわけよねだから古着はもう男前だろうが男前じゃなかろうがみんなのものだけど1週間コーディネートって俺のコーディネート見てっていうあの動画が。 どうもなんかあれがちらついて俺はしなくていいなってなっちゃうけどねうそうキラキラ男子じゃないですけどそのなん自己顕示欲なんかね、うん、まあでもでもねそれとはちょっと別か、うん、俺もちょっと気にすぎてるかなと思ったけど、うん、古着のこんなコーディネート俺やってますっていうのは載せなきゃいけない <laughs> いけない,い需要が高いんですよねもう。てうんでまあ俺ねこのメッセージいただいた方たちにも返事したりもしたんだけどもう 俺のコーディネートはね皆さんご存知の通り本当にシンプルな着こなししかしないんですよもう T シャツとパンツにもう何か足元だけで帽子かぶるかどうかとか時計かブレスかねネックレスちょっとつけたりつけなかったりとかで重ね着をこの特に夏場はしないんですよねあ汗をかくからっていうのもあるけどもう暑さが耐えられないんですよね俺ねシャツとかを羽織るのが だからね人にこう「俺こんな感じでこういいでしょこういうの着こなし」って言うほどバリエーションがないんだよね夏の着こなしが、うん、どうしたらいいのこれ、うん、<laughs> だからこの今日はこの T シャツですみたいな、うん、もうそれだけなんだよね今日はこのパンツこの T シャツですっていう状況場面を設定してそれに合わせたコーディネートを作って見てもらって投票してもらうってことですか なんですよ投票ってというかそのどっちが良かったみたいな <laughs> ちょっと勝負みたいなーディ勝負いや勝負は嫌だ <laughs> そうその罰ってなんの嫌やね。そうですね断定されると、うん、あのー、だけどそまあそ非常にシンプルだから、うん、なんかやれなかったっていうのが一つなんですけど、うん、これでねその,あのババパパさんのメッセージのその一つのアイテムを中心にどんなコーディネートができるかっていうのが、うん、俺はねミソだと思うんだよね、うん そう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 ,赤い,う赤いシャツ買ったけど結局これパターン少ないのかなとかうん,うん、うん、選ぶ時にそれが頭にある人とない人がいるんだけど、うん、これねだからその動画にするしないは多分した方がいいと思うんでちょっと俺もアイディアをね出そうと思うんですよこう着こなし紹介をちょっとしかも難しめなアイテムですよね王道<で>じゃなくて万能なやつじゃなくてちょっと難しめなアイテム いやいやいやもちろん万能なものでも万能なものそのボトムスとかそのどっちがどっちか分かんないけど何を上に持ってくるか下に持ってくるかで要はありがちな要はラルフ・ローレンのどこにでもあるポロシャツがこんな風に映えるんだとかこんな風にキャラが変わるんだみたいなのをお伝えするのが多分楽しいと俺は思ってるんだよね。でそのコーディネートを動画には絶対した方がいいなと思うんだけど。 今回ねラジオトークでちょっと洋服屋っぽくねこう言いたいなと思ったのが竹澤さんが、ね、今言ってくれたりこのババパパさんが言ってくれた通りのが俺はすげえ頻度だと思っててえっとね朝今日何をき着て出かけようかなっていう時にえっとね一つのアイテムを主役を決めるっていうのが絶対大事と思うわけ。で、えー、これねちょっとゆっくり話したいんだけど。 今日俺は、えーとね、軍パンを履いてるんですよでリメイクもので膝にもう,あのもう明らかに破れを直してる後のリメイクがあってもう片方の膝はもうあの戦闘後の悟空みたいに破れてる、えー、軍パンを履いてるんですよ今日はね。で俺は今日この軍パンを履きたかったから、えー、上にブラックの T シャツが合うなとかでそのブラックの T シャツと下のサンダルの色を合わせようかなとか。で えー、これに帽子をかぶるんじゃなくて今日は帽子なしで行こうみたいな感じでこの軍パンを中心に今日上とか履物とかをチョイスしたんですよ。でやっぱり一つのアイテムから組み立てていくっていうのがもうおしゃれの鉄則だと思っててでここに罠がね自分もそれを考えながら見えてきたんだけど田尻さん 田尻さんは毎日服自由に着れるからいいんだよっていうお声がその聞こえてきそうなんだけどなんでかというとみんな週2日のお休みとか1日だったりすると思うんだけど着たい服がクローゼットにいっぱいかかっててねタンスの中に入っててこれ,これも着たいこれも着たいこれも着たいが絶対あると思うんだよねみんな。 でその週のたった1回のお休みの日私服を着れる日に主役を1つ選ぶのがみんんななできないんだよこの前の休みにあの古着屋さんで買ったこの T シャツ着たいでこの前あそこの古着屋さんで買ったこのパンツも履きたいでその前に買ったこのアクセサリーも着けたいこの帽子もか,かぶりたい結局軸になるアイテムじゃなくてせっかく買ったから着たいっていう服が。 みんなもう出番に出てくるわけ映画で言ったらもうダブル主演どころかトリプル主演みたいな感じでうん、うん、もうキムタクとうん、うん、誰あの今菅田将暉とタケミ男性女性やったらいいけど男性キャストのもうメイン級が3人いてうん、うん、だからまあ俺らの世代で言えばキムタクと竹野内豊と。うんうん 江口洋介がもうトリプルで出ちゃってるわけよもうごちゃごちゃしてるみたい、うん、も,うもうそんなドラマ成立しないじゃん、うんうん、どっちかに鼻を持たせたらどっちかがちょっとあれってなるし、うんうん、ねだからそういう意味でダブル頑張ってもダブル主演なのよ、うん、もうトップスとブーツだけとか僕それはよくあるあるでですね これ沖縄に行ったじゃないですかうん、うん、2>, 2数以上の洋服を持っていって昼と夜で着替えましたもんねああもう消費しきれずにそれはもう正解よ<ー>それ全然いいと思うだから今こうねちょっとこういろんな例えで話をしていきましたけどもう心をを鬼にして主役一人選ばなないとんもうこの子もこの子もこの子も登場させてあげたいんだけど もう今日の主役はもう君だっ,つって選んでだからですね先ほどの話を続きなんですけど、うん、TCB ジーンズ買ったじゃないですかうん、うん、だからこれをこう経年変化させないといけないっていう大義名分上もちろん履きたいっていうのもあるんですけどそこをまず1個決めるとあと、うん、がものすごく楽になりましたうん、うん、もうだからそれってもう連ドラ連ドラの、はい、もう,もうその朝ドラの主演がもうジーパンで決まっちゃってるわけようんもうずっと。うん 前までも,うもうそのクールはずっと他がないわけ、はい、ボトムは TCB の対戦モデルで,、はい、ですようになっちゃうから、はいはい、もう他が入ってこれないのよそれまで決めるまでものすごくもう疲れてたんですよなんかもう無限にパターンが頭の中でこうや、はい、っ,っててから買ってよかったなと思いましたもうズボンが決まるだけでこんなにこう <laughs> コーディネートがスムーズにいくとは思わない,い,やいやそれは選択肢をこう,こう受け身ってではないけどもう要は 必然的に一本に本なっっっちゃててるってことでしょだからその選択肢がもうない、はい、狭めたから悩まなくてよくなったっていう意味で、はい、俺はそれはまあ分かるんだけど俺はそのちょっと寂しい気もするんだよね、はい、だから他がだって他のパンツも絶対楽しいのにそうそうたまに外しで着るとあーってなるそうそうまあ他のも俺は楽しんでほしいんだよね、はい、だからジーパンをガンガン育ててほしいっていうのも大事だし他のパンツもいろいろ試してほしいっていうのもあるから すごいい悩ましいわけよでもそこはこの1年はジーンズを育てる1年でその次の1年はバリエーションよく履くとかにしてもらったらいいと思うんだけどとにかくね一つのアイテムを必ず朝起きて今日何着ようかなと思ったらトップスでもボトムスでもブーツでもいいんだけど絶対どっかの一つの主演を決めてその横の助演ねこう。 上演の次何なのその何か脇役たちを決めていったらいい映画が完成するんですよ、うん、だから絶対そのこれも使いたいこれも使いたいっていうようなチョイスをしないっていうのが多分一番いいと思うんですね、うん、主役ばっかり固めるともうなんか自己主張強すぎるっていう感じにもなりますしそのごちゃごちゃも楽しいよ、うんうん、もうねあのそれもたまにはいいけどあのちょっと頭の,その使い方その どうこの映画を組み立てるかを楽しむっていう着こなしの作り方が楽しいと思います。でえっとねそれがまず一つのベクトルの話でもう一個の方向性の話が、えっと、じゃあ田嶋さんの動画をコーディネートで紹介してくださいよっつって紹介させてもらうとするじゃん。で俺以外のチャンネルでもいろんな着こなし動画がありますと。でああこの誰々さんの着こなしってなんかすげえかっこいいなで俺もちょっとこれ。 やりたいからフルギアでこまあもちろん試着はすると思うんだけどそれがその人に絶対合うか合わないかっていうところで言うと合わない可能性が大いにあるっていうのも忘れないでほしいというかあくまでもコーディネート動画を参考にするっていうのはいいんだけどもやっぱりその人と自分は絶対に違う人間であるから俺これ。 服を接客でねお客さんにこうご案内する立場だから言うけど本当お客さんのそのまずその髪型上から言うとまあ身長か身長が全然違うでしょでガタ横の肩幅とか身幅とかも違うし顔顔のね例えば肌の色だったりも違うしピアスを開けてるか開けてないかとか髪型がこう要はお勤めの人かどうかみたいな。 だからちょっとえっと毎日営業職の人ってちゃんとこう髪型とかも派手すぎないように整えなきゃいけないからそういう方がじゃあ大概柄の T シャツとか着たとして髪型とその T シャツがちょっとずれるんですよ。 でじゃ髪がじゃもうちょっとラフにパーマとかかけててラフにしてたりする人茶髪にしてたり色入れたりしてる人が大体の T シャツとか着ても全然よくなじむわけだから髪型とその着るトップスでもボトムスでもそこの似てる空気じゃないと合わないんだよね絶対にだから自分の仕事柄だったり年齢だったりとかスポーツをしてるとかしてないとか体格とかそういうのも含めて その今の自分の体とか姿がどういう雰囲気に似合うかをまず掴んででそっから着こなし動画とか例えばイン,スタグインスタグラムとかでもそうだと思うけどこの人ちょっと俺の雰囲気に似てるなっていう人を見つけてあのちょっとこうワンポイントでも真似してみると意外にスムーズにあ俺のもいい感じになんかまとまったなってなると思うんだけど結局その。 長々とちょっと話しちゃったけどその一人一人当ねあの似合うものと似合わないものがあるんでそれをまず見つけるっていうのが、うん、まあその着こなしの達人への一つの道というかステップのまず第一番じゃないですかね。うん、やっぱあるんですか田さん自分にこの服は似合ってない系統ってやっぱあるんですかえっと、ね、俺は もともと和で言えば顔はこうちょっとこうまあ純日本人的というかいやまあ純日本人というよりも純モンゴリアン的なモンゴル人的な顔だと思うんだけどそのでどちらかというと俺はずっと勤め人だったから今でも思うけどちょっと真面目っぽいやつの顔だと思うんですよ俺はね。でなんかそういう顔つきだと思うんだよね。だから あんまりこう派手なものって多分ちょっとあれこの人なんか変似合ってねえなって思われるんじゃないかと俺は今までは思ってたんですよでもこれはね今の竹沢ルスの質問に対して俺がまず一番答えたかったのは俺は古着屋オーナーっていうジョーカーみたいなカードになってるんですよ俺がどんな派手な格好しようがどんなワントーンの格好しようが まあ古着屋のオーナーさんだからこういう格好もするかみたいなそ,のそういうフィルターがみんな側からが俺に多分かかっちゃってるんで俺はジョーカー的な感じで何を選んでもああえてこうかみたいな風に多分見られる側になっちゃってるからちょっとねずるいんですよ俺は。何を着てても破れてても無事だろうとあえてこのオーナーはこれを着てるんだなって多分思っていただいてるから。 ずるいんですよそのなんかもずるいって言ってるけどそ,、ね、それをちょっと自覚してるんですよ古着屋オーナーはあの何をむちゃくちゃに着ようが、うん、うわあえてだなって思われるから、うん、なんかそのなんか伝わるでしょ言ってる意味、はいかね、だから俺が結構何にもあんまりひねらないのもそういうとこなのよなんかものすごいおしゃれなファッションショーではちゃめちゃな服着てもまあファッションショーだしなそう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 ,う,んうんうん この前あったじゃん横から風を当ててから完成する服みたいなその風ありきなんだこの服はみたいなそういうそういうのちょちょ何の話してんだそういうのもあるけど俺はなんかその場所に立ってる古着屋のオーナーだからチョイスできるっていうチョイスをしてるんですよ。でも似合わない分類で言ったらですね絶対一生似合わないんですけど。 レイバンのやっぱりサングラスが似合わないんですよねやっぱり外国人のモデルが着てるじゃん鼻高い人たちとかあのビアドロップ型のやつとかですねあれがもうかけると死ぬほどダサくなるんですよねあれまあどうしてもコントっぽくなるよねなりますね今日「どうしたのだけサウルス」ってなるもんねこうつけてこう入ってきたね。おどうしたどうした今日」みたいな「ハロー」みたいな感じでねふざけてくれるです でもその点でさ鼻の形でちょっと高いのがタント君なんだけどタントくん普通のその本当外国人が使うようなサングラスを普通に車運転中とか,なんかつけるわけよ釣りの時とかも。はい、でなんかあの小学校かなんかの団体さんが来てるところの観光地かなちょっと間違ってるかもだけどそういった小学校の団体が何人か前から来ててタント君その時こうサングラスしてたんだって。はい で向こうの子供が「ハロー」って言ったんだってだから外国人の人がいると思ったんだって<ー>そしたら担斗くが「あこんにちは」って言ったから「<laughs> なんだよ日本人かよ」って<ー>その小学生の子が言ったんだって <laughs> 担斗<当>はもうふざけて「ハロー」って言わないと <laughs> そうね、うん、担斗はだから、うん、やっぱその顔の形とね、うん、色の白,白いじゃんどちらかというと担斗くって。うんうん だから割ともう俺なんて竹ざウルスに輪をかけて似合わないよ俺は本当ですかもう本当にもうあれって年齢重ねるごとにとかじゃないですもんねあれはもう本当骨格で決まりますもんねそうだと思うよう死ぬまで似合わないんだろうなと思ってますけど、うん、だからそ,それはそれでいいんだよ、うん、あ俺はこれじゃねえなって思ったら、うん、それは自分のコーディネートから除外していけばいいんだから。 絶対これが似合ううっていいいのは選べばいいし、うん、だからねコーディネートっつうのはそのまず主演を決めるってことと自分の、えー、スタイルというかまあそのこれがまあまあ一応難しいよ難,難しいし抽象的なことをずっと田尻は言ってたと思うんですけど自分に合うのはこの雰囲気だなっていうのをね見つけてもらったらいいかなと。で1個だけ1個も,もう3つ目になっちゃうこれつおまけおまけで話してるけど。 とは言ってもつまんんななくなるじゃん自分のスタイルに合うのだけ選ぶって、うん、もう門を狭くしてるわけだからおしゃれのこう精神からはちょっとこうマイナス的な発想になってるでしょだから楽しめないそうそうそういう意味で俺はねさっき竹澤さんも言ったようなシチュエーションを考えた時に家族とお出かけする時の自分のスタイル、うん、で,すで,すでえっ、ー、と例えばそれ以外に 友達とちょっとラフな感じで大学の頃の同級生とか幼馴じみと飯食いに行ったり飲み行ったりする時の自分ともう誰とも会わないで1人だけでちょっと車だったりバイクだったりねあの電車でもいいけどドライブしたりする時の自分っていうそのシチュエーションを変えた自分らの場面っていうかねを見つけてその時のコーディネートをこう楽しむぐらいの幅があってもいいのかなと。 ね、だ,だ,だから一人で歩く時とかにはちょっと思い切ってちょっとチャレンジ的な着こなしをしたりね友達昔の友達会う時はちょっと古着のやれたやつをあえて着てみたりとかね、うん、そういうのを楽しむってありじゃないですかね、うん、やっぱセレクトショップの綺麗なやつってあれどこでも合うじゃないですか古着って本当にこう一歩 TPO を間違えるとちょっと事故になる、ねうんうん、そのあれってなるからね、はい、あれど,どうしたんだろうっていうねただドンピシャでこう ちゃんと状況にあるけど、古着を好き、なんかこう。うんうん、かっこいいなと思ってるんですねた。もうたった今の俺と竹沢さんの今日のこの格好で。有名デパートの中を歩けって言われたら、ちょっとざわざわするな。でも、授業参加にこれで行けって言われたら。いやもう絶対ちょっと。あらってね、あそこのお父さんは、ね。だからその、でも、これでじゃあ古着屋街ね、下北アルコーカーとかね、アメムラアルコーカーってなれば。うんうん 何の違和感もなく溶け込むでしょうかで、ね、だからやっぱりその場所場所によってね、うん、変えていくっていうのを楽しみましょうファッションはねはい長々とねファッションの話しちゃいましたねいや、まあ、洋服屋さんの ラジオらしい内容に <laughs> いや先週もだって真面目だったと思うよ俺あの <laughs> 先週, <laughs> 先,週 <laughs> 先週の俺確か古着屋のなんかの話俺ずっとしてたよあの出だしから真面目に真面目に話してたじゃんあのえっと <laughs> 全然出てこねんなんだっけ買い付けのあ買い付けの話でしたねああだからあの、はい メッセージを頂いてそれに俺が答えて言ってたんだだから古着のねだまされてるんじゃないですかの話は怖えなまだ4日前ぐらいの話だぞあれねいやももう33回目なんで今度放送もうんかどのラジオだったか全然もう分かんなくなってきましたまあまあだからえっと えっと、さっきね武田ウルが言ったあの2,000人もうすぐですよねっていうところでただいまね1975人<う>俺の動画の俺の見れる画面では1975人なんですよでみんなには多分ね1970人ってなってると思います、はい、だから、えー、数字上は25人、えー、登録者の方が増えていただいたタイミングで、えー、2,000人達成になります こう一つ嬉しいのが昨日釣りの動画を上げてマイナスが出なかった <laughs> 確かに久しぶりに上げあ上げなかったなとあの音楽あじゃあ音楽とかね <laughs>、はい、バイクとか,なんかその釣りとか上げるとマイナスになるから俺はもう古着以外が上げれない症候群に陥ってたんだけど、うん、思い切って上げたらマイナスにはならなかったでもプラスにもならなかったの1975ぐらいでずっと止まってたから 減った人が3人ぐらいと増えた人が3人ぐらいいたのかもしれないでも昨日の時点で数字は下がらなかった1975だったから釣りの動画は一応セーフだった。<laughs> でえっとくだらな話はいいんだけどあの2,000人達成した時の何をしようかを一応ちょっと俺なりに考えたんですよ。ズバリ言うんですけど 2000人達成してからその1か月間達成した日から数えて1か月間、えー、あるものを見せていただいた方、えー、全商品2000円引きだから、えー、3900 39円の T シャツ持ってきてもらったらそれは1900円になりますやりすぎじゃないですかそれいやいや全然全然いいっすよ,いいっすよ1か月間ですか 1> 1ヶ月間 だ,だから4800円のものは2800円になります、えー、だからまあ要はよく言うじゃん5000円以上使ってとか1万円以上とかって言うけどそういうのはもう一ったうちの場合はなしでもう2000円以上だったらもういいよだけど200円の靴下だったら800円もらえるってことですかだからそ,それお金を返すじゃない <laughs> <laughs> プラスなんで俺が出さなきゃいけないそんな地獄のようなキャンペーンはさすがにやらないけど その2,000円以上だったら 1> 1点だけですよねあも,も,も,もちろんもちろんその1回のお買い物につき1点を 2, 1> <ー>2,000円引きでもそれ相当じゃあ掲示するのは難しいものですよねじゃあそしたらうんそれが今から言うけど今だからみんなの画面には「1970」って入ってるんですよはい、はい、登録者さんが。なるほほ2,000人になったらもうだってアウトだから。はいはい 1900人台の画面と右に登録済みっていうのが入ってるスクショがもうパソコンとかを別にスマホで撮ってもいいんだけどその1900人台の頃から僕は登録してる人ですよっていうそのアピールをスマホで俺にしてほしいんですよ。でこの情報ラジオしかわかんない、ね、そうそうそう,そう耳寄りな日曜日を聞いていただいてる方プラス 要は,要,は要はだから2,000人になる前から登録者ですよっていうのを見せていただいた方に2000円引きをいたします,、うんす,ね、すただこれ言いながら思ったけどさ熊本に多分450人ぐらいしか多分いないんじゃないこれ聞いていただいてる人、うん、ていうか4五5 0は言い過ぎかもしれない30人ぐらいかもしれないだから30人の人に俺はただ2,000引きをするだけで。 6万円,6万円そう総額6万円ぐらいになるかなっていうところですけどまあだからあの九州とかだったら全然来れる人もいると思うんで,、うん、でね,ねあのちょっとたまたま帰省の時でも全然いいんで、うん、た,ただねずっと永久的にというともうむちゃくちゃになっちゃうんで,でも8月ぐらいですね多分,1ヶ月間多分もうじきだと思うよもうじき達成できると思うんで。うん まあよほどのことがない限りは多分7月中ぐらいには達成してるんじゃないかな、うん、だから2000人いくと思うんですよ、うん、だからそこから、えっと、何日までって俺は一応言うんで、えー、一回一応30日間ってことですねうんラジオないだ,、ねうん、だけで言います、うん、だから本当に聞いてる人じゃないと分からないそうそうもうここなんて正規も正規よ,よ今もうもう正規の果てで今言ってるからね、うんうん これを聞いてる人だけですからあかまあそういうとお前相当ケチなやつだなってなってきるもんやっぱりそれぐらい価値があります、ね、<laughs> そのね本当にねこれを聞いていただいてる方には2000円引き、うん、でもう今ねまだ先の話だけどこれ3000人になったら俺も3000引きにするからうわその時はだから2000万台の時から俺は登録してますよ<あ>の人に残してたらいいことあるかもしれないですねああいやそれはないかもしれないあでもその <laughs> ちょっとややこしくなるよ、はい、ほ,ほら俺は1,000万台の時からすよみたいなね <laughs> じゃあ安くするまでになるかもしれないけど是非ねその1900万台の時から登録済みですよっていうのが分かるスクショの仕方でしてもらってねあの俺のパソコンで一応出せたんで多分何とか写真に残せると思うんであのアプリとかで変に加工するのだけはやめてくださいね。<laughs> できると思うんで、ぜひやったのその画面をね、たじりに見せてください。2000人達成してからですからね。はい。でも3000人に達成した時はあれやりたいですね。成人式。成人式。いい名前決めたね。たいい名前見つけたね。成人式。で、俺があのポラロイドカメラを持って、あの写真撮っていいですかっつって、おいいっすよっつって俺が、あじゃあ一人一人千円ですってあの。<laughs> <laughs> 成人式といえばやっぱりボラロイドでぼったくりというか詐欺だから最後集合写真撮って成人式みんな写真撮りますよっつって並んで俺が「え写真撮ってもろて撮て思って俺が「鶴岡 T シャツ」を着た「鶴岡 T シャツ」超レアじゃないですか「鶴岡 T シャツ」「鶴岡」って書いてある T シャツでみんなからお金もらえに行くから「一人千円ですよ」っつって。 決まりましたね、成人式は鶴岡 T の上にデニムオンデニムでみんなさん集合です鶴岡 T 鶴岡 T 鶴 T で犯罪を犯罪犯罪名前で T シャツ作るってもういれてるだろやふざけすぎですよ鶴岡 T シ<岡>これを知らない人は何にも欲しくないです鶴岡 T シャツ <laughs> もうちょっともうやめときましょ、うこのへんね <laughs>。とりあえず。本, <laughs> 本人は絶対聞いてないよ <laughs>。鶴岡さんが聞いてたらもう、俺はもう、う嬉しい。あの、さっきのロサンゼルスの偶然を超えると思うよ <laughs>。<laughs> いや、それを超えます。絶対超えます。もう、これで鶴岡さんが <laughs>。いや、本当はびっくりしたな。D <laughs> ちゃんとの清水寺がまさかロサンゼルスに抜かれるとはな。すいません、いや、もう話そうかどうか迷ったんですけど。よし。 じゃあ,あの最後、えー、来週のメッセージトークのテーマなんですけど、はいはい、もうここまできたらこれしかないでしょ、うん、こんな偶然がありましたよとあそうで,す何でもいいんですね、うん、もう大小は言わないんでうん、うん、もう俺らがさっき言ったようなそんなロサンゼルス級はもう望まないので高い車3つ続けてみたとかでもいいですね。<laughs> なんだよそれ <laughs> ラッキーラッキーが起きるというじゃないですか、ね、<laughs> 赤い車を続けてみるとそうなの台連チャンで見るとラッキーが起きるとにかくちょっとこ,こんな偶然があったんですよって、うん、みんな聞いてくださいよっていう話をねちょっとよかったら来週は募集したいと思います、うん、なんかそういう写真でもねあったらな,んかなおさら面白いけど全然トークだけでも全然いいので<あ>今日あれはあのー、食べ物 <laughs> 何でしたっけ <laughs> <laughs> ちょっと待って何でしたっきはないだろうだ、ね、ファンキードッグだろ <laughs> ねこの番組はおっくんがでの提供でお送りしておりますからねちゃんとあのファンキードッを1人選ばないといけないですねそしたらばえっとね今回はあのコーディネートのねトークを結構あのメインでさせていただいたのでこのコーディネート編でねお送りさせていただいたババパパさんかクルメ34さんなんだけど、うん 久留米三十四さんは、三キロ痩せないと、うちに来らないから、ね。ファンキードッグまであげれない。そうですね。うん。で、今回お預け。今日は、ババパパさんに。うん、ええー、ファンキードッグの、クーポン券を進呈させていただきたいと思います。久留米三十四さんにすげえ失礼な話をしてるからな、本当。百、ね、からだって、七十何もですかね、もともと。<laughs> ファンキードッグ一個食ったぐらいで、太らねえやでところじゃない、<laughs> まあ、ちょっと今日は、ネタっぽくですね、<う>させていただきました。 え、今日はババパパさんに、え、ファンキードッグの引き換えクーポン券を申請させていただきます。ますえ、ね、今回メッセージを送りいただいた、えー、お三方ありがとうございました。い,したいや、今日も長いラジオトークになりましたね。ねいや、今日は一番長いよ、多分。たね、そうですかね。前回ね、俺の編集ミスで、二時間超えてるのが、あれ、あ<ー>気づいた。あ 無音のの時間を何かか最後聞けばいいこととあるのかなと思って <laughs> やっぱりかそれ「カズキャンプ」からも電話が来たのよ。何かがあると思って。これねこれ「カズキャンプ」とも話したんだけど「カズキャンプ」は同じ41歳42歳の年だけど俺らの頃ってやっぱ CD で買ってたじゃん。で CD って聞き終わった後無音がずっと続いて。 なんか5分か10分ぐらい無音の後にそっから音楽が流れ始めたりっていう,こういわゆる隠れボーナストラックがあったじゃんあ,なるほどあのあれが分かる世代なのよ、うん、あれに何かを期待しちゃった人たちはおっさんだけがみんなの無音に期待しちゃっててうん、うん、多分ね他の人は現代っ子は多分指でスクロールして何の音もないなって確認して多分消したと思う,、うんうね、おじさんだけが多分ずっと鳴らしてたと思う、うん あの僕違うシチュエーション想像してましたあ、ねうん、映画館とかでこうエンドスクロールを流れて最後の最後もう一回なんかちょっと面白いやつ流れてああいうのがエンドロールだけの途中で立って帰る人の気持ちわかんないの、はいはい、何かが待ってると思って感じですよ<え>最後絶対あるよね今まで一回でもそれを味わった人は立てないよねあ,あの瞬間ねだからごめんごめんあのだからこの前はね完全にある俺の編集ミスなんですよ。うん 俺はあの画像を先に動画編集ソフトに貼り付けてそれに音声を重ねるっていう手法を使ってるから先に絵を載せてしまってるから音が途中で止まってもその絵だけが残ってたわけよ 2,、うん、2 3 0分の絵,絵だけが、うん、無音の絵だけの動画がだからパッと見たら2時間超えてたんだよね <laughs> あれこんな長かったけど、ね、<laughs> ょっとでしょそうそうそう。しまた一人でやってるのかでね、うん だから、あれはミスだったんで、ごめんなさいね、本当ね。だから、えーまあ、今回はそれを除けば多分最長のラジオトークだったんじゃないので、うん、ね,、うん、ねでも今回新しい企画はいろいろ生まれたんで良かったですね。そうだね。あ<ー>まあ新しい企画というか <laughs>、なんかミッションがね、<ー>俺にとってやらなきゃいけないことがいっぱい見えてきちったて。 わ何回もこれ聞き直しながらちょっとねやることをメモっていきましょうはいリストアップしていきましょうじゃあね今後も楽しい企画もねそのメッセージテーマも全然いいんですけどね今回は偶然あったことでいいんですけどそれ以外も何でもねあのコメント欄でもいいしあのメッセージと一緒にでもいいんでなんかこうねこういうことやってほしいなっていうのがあったら随時ねあのこのネタとして募集しますのでじゃんじゃん送ってください。 よろしくお願いいたしますそれじゃあ本日はこの辺でお別れとなります、えー、今週も聞いていただきありがとうございました